ダチョウ肉で作るダチョウの照り焼き。材料紹介です。ダチョウ肉 200g、 小麦粉適量、塩コショウ適量、醤油大さじ1、料理酒大さじ1、みりん大さじ1、砂糖小さじ1、ごま油大さじ1。まず解凍したダチョウ肉を1センチ程度の薄切りにします。この時繊維を断ち切る方向で薄切りにしましょう。また白い筋があったら切除してください。食べやすい大きさにカットします。カットしたダチョウ肉を包丁で叩き柔らかくします。この時に隠し包丁を入れることでより柔らかく仕上げることができます。小麦粉をまんべんなくまぶしましょう。余分な小麦粉ははたいておきます。動画のように肉を重ねて置いておくと肉同士がくっついてしまい、後で焼くときにばらすのが大変なので注意してください。熱したフライパンにごま油をひき、ダチョウ肉を焼いていきましょう。一枚一枚ばらけるように焼きます。両面に焼き目がついたら酒、みりん、醤油、砂糖を加えましょう。タレにとろみがついたらお皿に盛って完成です。